こんにちは、なつきです。ママです。はい、見ての分かる通り、グレイル、せーの、グレイル。何その後。グレイル購入品紹介です。だんだん3つもあります今回。なんか予約商品？あ、そうそうそう。全部来たのかな？多分もう全部開きました。1回も開けてないんで、はい、1週間ぐらい放置しました。早く開けたいんですよ本当に。そうだけどこの企画をしたかったから、そうなんかもう夏物とかあるけど、え、嘘？本当。開けていきたいと思います。Let's go！ ずっと待ってたんだけど今ね、何かと思ったはいはいはい、もうね、何を買ったかはちょっと覚えてない、記憶が半分ですね。はい、これでいいねな、絶対。ああ、揃ったんだ。うん、よかったやん。やったー。はーい、一つ目。あ、じゃあガシャガシャするから全部袋一回出す。一回全部出しまーす。はーい、袋がガサガサしちゃうので。はい。はい、全部出しました。はい。ドドドドドドーン。ドーン。あ、なんかお互い同じぐらい、そうだね。まあ紹介していきたいと思います。なんですけど、私の頼んだ結構楽しみにしてたスカートが届いてませんでした。それ以外は届いてます。じゃあ私まずジャケット、さっき言ってたじゃーん。私ブラウンのこういうジャケットが欲しかったんですよ。で、丈短めもう選んでみました。ですね。今年の冬なんか毎年言ってる気がするんだけど、ブラウンを着ようと思う。なんか毎年着てないんですよ結局。ブラウンのコーデをもっとしたい、もっとしたいのに、保存とかもしてるのに全然してないからちょっと買いました。またそうだって無難な黒白でいっつも攻めるんだもん。はい、今日も頑張ります。はい、頑張ってください。ママはじゃらーん、これはベロアのワンピース。かわいい。なんかね、インスタでね白黒で出てて、あ、そうなんだ。そう、めっちゃ可愛いと思って、かわいい。ちょっとね高見えね、高見え、うん、ママが152でこんな感じ。背高い人は短いかも。確かにちょっと短そう、うん、ママでちょうどいいぐらい、いいぐらいで、この肩ひもはリボンで自分の好きな長さにできます。1点目はこんな感じでした。はい、次私はじゃーん、ラメニットじゃーん。ここがラッパ、うん、になってます。私この形好きってことに気づきました去年。確かに。でラメが可愛くて、うん、可愛い。ちょっと首詰まってんのかな。そうね、ちょっと詰まってるんですけど、まあいきたいと思います、うん、結構本当にクロップド短い。はい、短いの結構多いじゃん。もうニットの季節ですよ。ですね。ママは色違いで購入しました。はい。せーの、じゃーん。ここがね、クシュクシュってなるの。リボン。そう。キューって。本当だ。可愛いこれ。これ可愛いなと思って、下にタンクトップとか見せてもいいカップ付きインナーとか着て1枚で、今のこの季節ならでは。そう。今のお昼な。日中ならこれで出れる。出れますよ。はい、お次どうぞ。はい、似た感じのです。でもこれはちょっと長いですね。はい、じゃーん。これ買ったことあるかも。え、私もあるの。色地で？白かな。うん、白かな。持ってるよね私。この形好きなんだよね。スクエア。綺麗に見えるねこの首が。なんていうの、なんか紫みのあるブラウンだね。そうね。うん。いいじゃん、可愛いじゃん。可愛い。可愛い。はい。どうぞ。この人次もニットです。はい、またニット。じゃあママはちょっとこれはママじゃなくて誰か娘たち、これで言ったらねえねか耳なんですが、せーの、じゃーん。これはこういう感じですね。可愛くない？めっちゃ可愛い。耳絶対好きだよ。好きだよね。ワンサイズなんだ。多分でもこれローで履くやつなんだよ。あ、そうなんだ。そうでも絶対このレースと革のこのレザーの感じがめっちゃ可愛い。グレール安いよね。なんか私こんなさグレールが安いと思ってなかったから。本当？そう。はい、次は私カッティングニットトップスです。どこがカッティング？見えますか皆さん。ここです。黒だから分かりにくいんですけど、着た時にそうね、肩のこの辺、ここが開く感じのニットです。またミニ丈の、長すぎず首元、ここが見える？斜めにね。そう、斜めになってるから私はポリ袋わかりやすいよね。だからこう今みたいにこうちょっとここが開く、こういう感じ、こういう感じのここがね。そう、お次、お次、じゃじゃーん、かわいい、ママっぽいでしょ。赤買いたくて、赤かわいいねでしょ。だけどやめた。赤じゃないかなと思って、赤着たいんだけど。いいねそれね、こういうね、ツーウェイ、前でも後ろでもってことかな。いや、肩にもなるし、あ、そういうことね、落とせるしってことね。こういう感じ、はいはいはい、かわいい、かわいいです。いいですね。薄めだよ、結構薄め。そう、じゃあ次、ママが私用に買ってくれたらしいです。これはねーねーのために選びました。じゃじゃーん、ワンピース。ここがね開いてんの。結構ウエストとかは長さ見える、ここぐらいでウエスト作られてるんじゃない。これほら、めっちゃストンかと思った。本当だ、ちょっとこうなってるかも。去年マジでずっと同じワンピースをネイルやら髪の毛やらまつげやらに着てったので、ママがなんかそれを知ってたから、ワンピース買ってくれました。このスリットが入ってることでちょっと部屋着っぽさがちょっとおしゃれになるなと思って。確かに可愛い。きます、ありがとうございます。これグレー買ってる、ママじゃないかもしれない。ママグレー、そう、私グレー、こういう濃いグレーは特に買わないんですよね。私かな、じゃあ。あ、私です。私ですね。この感じ私です。そうですね。クシュクシュって、めっちゃいいよこれ。ね、なんか触り心地、これもいい。なんかそう、生地良くない？いい。当たり。全部当たり、やばい。しない。何？チクチク。あ、チクチク？今チェックした。やった、嬉しい。これ可愛いと思う。今日のやつにもいいと思う。今日のにも。ここ。ボタンだ、パチンってボタン、いいね。パチン大好きです。じゃあどうぞ、もう一回。はい、もう一回。でも似たようなの買ってんですよね。じゃあ、ほんとだ、かわいい。で、白と黒しかない。ねえ、自分言えないじゃん、そのこと。今からあんま人のこと言えないです。言えませんね。なんかここクシュクシュってなってんの、勝手にね。そうそうそう、勝手にね。そうで、薄くて、で、ここちょっと広いんだけど、中に着ればいいなと思って、ね、じゃあねえねかな。私かな。だってママだよね。ねえねえねかもしれん。多分私はこのスカート、さっき届いてないって言ったのこれなんですよ多分。でこっちを買ってるから、なんか私ワンチャンねえね。でもまあ別にママでも着れるから。サイズ何？フリーだね。どうします？こちらで。また私なん。でもそうだよね、なんか系統的にそうな気がする。じゃあもう一回ママで。はい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。これはね、ねえねっぽくてママなんですよ。はい。せーの。じゃあまた黒っていうね。黒だね。ちょっとこれ大きいね。え、本当だ、大きいね。ちょっと大きくない？大きいかも。これでも可愛いんだよ。こうなってて、そう。珍しい、ママアイボリーにしなかったのね。可愛いこれね。ここに肩でリボンになるんですよ。やっぱアイボリーはね再入荷だって。おお、だけどなんか写真より横幅が大きいね。ちょっとね大きめです。大きめでした、横が。はい、はい、ではね、なつきさんどうぞ。はい、じゃじゃーん。ね、可愛くない？てか短いな、ちょっと。あ、でもめっちゃ可愛いじゃんこれ。ちょうどいい、これめっちゃ可愛い。これいいじゃん。またラッパです。しかもここはねカットラッパです。あ、もう予約になってる。あ、ブルー予約だこれ。両方。あ、そうなんだ。両方、ブラックとブルー両方。よかったじゃん。よかった。これブルーかな多分。ブラック、私ブラックでした。で、私が何が好きかって、このチャックが2個あるのが本当に大好きです。ダブルジップね。そう、ダブルジップ私めっちゃ好きなんですよ。チャックのチェックをしましょう。お、滑らか。めっちゃいいじゃん。お次、はい、珍しいとこ行きました。おお、可愛いね。可愛いよね。可愛い、ママっぽい、めっちゃ。ぽい？でもママこういうの避けてきたの。そう？上半身しっかりしてるから、余計なんかがっつり見えるかなと思って。こっちが V で、こっちが丸で 2way なのね。あ、2way なんだこれ。あ、今のに合いそう。あ、でも可愛いじゃんやっぱ。本当はもっとこの下がシースルーとかのスケスケした感じが良かった。あ、でもね、抜けはないね。いいんじゃない？なし。素晴らしい。素晴らしい。いいですね。お洋服にもつかの。これはまあ耳が結構きてそうなんですけど。お、可愛いこれ。せーの。じゃーん。これは白いのを中に着て、かわいい。めっちゃかわいい。これの中いいね。しっかり胸元こう守ってくれる。守ってくれてる。あ、腕クシュクシュってなる感じね。ここがほらクシュクシュなってるもん。かわいい。これめっちゃかわいい。今の時期ですね。これも薄いから結構薄めです。好き次。なんか似たの買ってる。じゃーん。肩リボン。これアイボリー。そう、これも赤がめっちゃ可愛かったの。本当赤あるじゃん。可愛くない？可愛い。だけどこれで私が赤着たらめっちゃ可愛すぎだなと思って。可愛すぎ？まあ確かにね。そう。これ可愛すぎかも。可愛すぎでしょ？これは可愛すぎかも。リボンがあるし、肩めっちゃ出てるし。わかんない。なんで肩出そうと思ったんだろうね。結構出るよね。まあ確かに結構肩全体出るから。うん。S です。でもね、丈はね、いい感じだよ。確かに。腹見えず長すぎず。うん。次私はワンピースを珍しくね、ショートでもないけどミニ丈、なんか最近こういうの選んでないなと思って。じゃじゃーん。おあ、でも確かにねねっぽいわ。でしょ、私っぽいでしょ。結構なんかスカート長いかな。いや短いっしょ。短いか。これさ、どうなってんの？あ、くっついてるし、こんな感じ。写真をなんかこういうの持ってたじゃん。持ってた。黒とグレーを持ってたんですけど、短くなってなんか縮んだのかな。あっちの服が縮んだのかわかんないんですけど、着れなくなっちゃって結構ショックだったので、似たようなのを選んでみました。かわいい。お次は完璧ママにママが着たいと思って買ったやつではありません。せーの、じゃじゃーん。キラキラセットアップ。かわいくない？かわいい。めっちゃかわいいじゃん。かわいくない？ここカーゴになってて、インパンついてて、なんか別々でも着れそうだね。で、私がちょっと珍しいのを買ってみました。せーの、じゃーん。かわいい。こういうの大好き。私もこういうの好きなんですけど、着てくとこがないんだよね。そう、着てくとこがないんですよ。まあ、たまに気分転換。そうね、ちょっとおしゃれしたい時、可愛い系、フリル系着たいなって時に着たいと思います。可愛いじゃん。可愛いです。これ可愛いけど、それマジどっちが買ったんだろうね。ママな気がするけどね。リボンメロスリットニットトップス。このリボン可愛い。なんかね、マット、なんか布みたいなやつとかあるじゃん。じゃなくてちゃんとしたやつ。可愛い。で、下が開いてる。そう、ここが開いてる。可愛い。夏希ちゃんの好きなラッパだよ。ラッパです。ラッパです。ラッパです。可愛い。可愛い。いいじゃん、いいじゃん。私もう最後です。お、私あと2個ありますね。先どうぞ。はい、私はこれはまた自分用ではございません。せーのがじゃん。こちらデニムのビスチェ。おお、これブルーもあったっぽいですね。こういう感じで。可愛い。可愛いね。可愛いでしょ。可愛い、めっちゃ。こういう感じで着てほしいなと思って買いました。はい。ちょっとワンランクおしゃれに見える。女の子らしさが出る。ということで購入しました。はい。ここフックだった。ね。うん。肩紐も調節できるし。夏希さんの最後です。カーディガンを選びました。これ可愛い。可愛くない？このボタンいいじゃん。こういう感じのボタン。そのボタンでさ、大きい感じのやつ欲しい。ああ、これのもっと大きい。そう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 。ダボっと着るやつ。それいいね。今日のやつにも。ね、なんか大体今日のやつに合う。そうね。以上です、私。はい。パチ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 。じゃあママラスト、なんか多分どっちかを選んで先に。で、どっちかをやめようと思ったんだけど、ちょっと削除するのを忘れて両方買ってました。確かに似てるね。じゃじゃん。V ネック。シャギーニットベストです。そう、多分ね、先にこっち選んで。でも色違うから別によくない。こっちピンク味のある。そうで、あと形も全然違うの。違うね、こっち V だしね。そう、ほんとこれは大きく着る感じ。抜ける？あ、抜けません。チャコールかわいい、これの。だからやっぱ下がレースだったらおしゃんになるんだよ。そうね、若見えなポイントかもね。です。はい、以上です。ありがとうございました。いっぱいやったー。増えたね。うん、マジで増えた。よかったね。はい、嬉しいです。たくさんどこかに行ってきたいと思います。同じ服装にならないように。そうですね。はい、ぜひそうしてください。私もいつかまたクローゼットもお店できたらいいなと思います。私この間お家から持ってったやつ、あそこにポンと置いてありますからね。はい、しまえません。もうクローゼットの中にいつかやりたいと思います。頑張ってね。一緒に頑張りましょう。せーの、おわそう。すぎだろ。打ち合わせたのかよって。お笑い芸人みたいなのね、初めて来てる。いっぱい来たいと思います。全部当たりでした今回、本当に。バイバイ。